トイックの点数をですね、偏差値換算すると一体何点が偏差値いくつになるのか、偏差値の出し方っていうのは最初の壁と呼ばれるトイック600点ですね。ですが、600点の偏差値の難易度の大学といえば、で、トイック満点、はい、私がよく取っているトイック満点は始まりました。森哲チャンネルです。さあ今回ですね、まあ面白い記事があったのでそちら紹介したいと思うんですが、はい、トイックの点数をですね、偏差値換算すると一体何点が偏差値いくつになるのか、そして満点取れる偏差値何大学合格に匹敵するのかというわけですね。はい、まあこれよく質問で来るんですけど答えようがねえよって思ってたんですが、答えてくれてる記事があったのでそちら見たいと思います。トイック何点だと何大合格ぐらいなんですかとか、マーチレベルですかとかっていろいろ来るんですけど、いやいや、だってそもそも母数も全然違うしさ、その受けてる人の種類も違うからそんなん比べらんないよって思ってたんですが、まあトイックって偏差値出せるんで、それで出してくれてる方がいらっしゃいましたので、そちら見ていきたいと思いますね。そのスコアの分布とかも出てるんで、データとしてね。なんで、出し方ですね。偏差値の出し方っていうのは、はい、自分の点数。あ、これはね、だから皆さんぜひやってみてください。自分の点数。そして引く平均スコア。オンライン上で自分の受けた回のテストのやつ見れますからね。その平均スコア。で、その平均スコア割る標準偏差。かける10足す50。あ、ややこしい、はい、で最後に50足して、そうだから真ん中が偏差値50になるわけですけど、でそのデータって出てんですよね、トイックってちゃんと。でこの方はですね、317回のでやっていて、こういうふうにスコア分布とかもこうやってねデータとしてあるわけなんですよ。で自分が上位どこにいるかっていうね、だから895点以上だったら上位 3.4% のところにいますよっていうデータです。これはいつもね、トイック満点ってなるとその上位 1% のところにいるわけですけど、じゃあどうなるのか、その計算式で出したところ、はい、トイック400点、はい、トイック400点をゲットした皆様は偏差値 37.3 になります。はい、もちろん回によって変動はしますけど、これぐらいですね。だから40いかないレベル、とっても簡単ですね。だからね、まあ大学受験までやってりゃいきますよ。続いてトイック500点が 43.3 ですね。偏差値43になるんですね、500で。いやでも大学とかね、これ行かなくてもう苦労する人たちいっぱいいるからね。そうだから私立大学って結構トイック貸してますけど、500点行かない人いっぱいいるよね。そして最初の壁と呼ばれるトイック600点ですね。トイック600点の壁が、はい、偏差値 49.4。 なるほど、ここの壁を皆さん超えられないわけですね。皆さんというか多くの人は超えられないわけです。偏差値50にたどり着けないってことね。続いてトイック700点が偏差値 55.5。 おー、なるほど、この辺が55か。まあ感覚としては確かに僕の持ってる感覚としてこうですね。偏差値55ぐらいってイメージです、700が。でトイック800が偏差値 61.6。 あー、これも感覚と同じですね。トイック800が偏差値60ってイメージです、自分自身で。トイック900点になると偏差値 67.7。 おお、高くなりますね、だいぶね、うん、67っていうとね、すごいって感じするよね。そしてトイック950点になると偏差値 70.8。 あ、これはもうめちゃめちゃすごいですね。偏差値70っつったらね、もう超難関大レベルじゃないですか。でトイック満点、はい、私がよく取っているトイック満点は偏差値 73.1。 なるほど、高い、73か。じゃあどれぐらいになるんだってわけなんですけど、まあ600点取ってどれぐらいの大学レベルってことですが、はい、ここに書いてあるんですが、600点の偏差値の難易度の大学といえば偏差値51程度なんで、つまりは日東駒線レベルであると。そう、トイック600点が日東駒線というふうになるわけですね。まあなるほどねって感じから、まあ真ん中ぐらいって感じですよね。ただね、その大学がね、その出してる平均点ここに書いてるんですけど、600点ぐらいの平均のとこってさ、全然日東駒線より上の大学なんだよね。これ明治、中央、一橋、京大、立教、東京工業大とか東大とか青学、みんなこれ600点台ですね。同志社とかもそうですね。そう、偏差値51程度って言ってるんだけど、ね、トイック600点台なんですよ、ね、偏差値50ぐらいなんですね。だから一生懸命みんな頑張って受ければ絶対もっと高い点取れるんですけど、大して勉強せずに受けてるんでしょうね。あ、関西外語もある、千葉大学部もあるじゃないですか。
そうだから絶対ね一生懸命やってないんですよ。本当は頑張ればもっと取れるはずなんですよ。頑張ってやりましょうよ、はい、次の偏差値対トイック700はどの程度なのかって言ったら偏差値57なので、生成名学、はいはいはい、成蹊大、成城大、明治大学、独協大学、あこれ間違ってるんですよ、明治学院大学でしょうね、はい、明治大学って書いてるけど、なんかと同じレベルと。なるほどね、それくらいか。じゃあ800点っていうのが偏差値63になるのでマーチレベルに当たりますと。800点で言えば、なるほど、凄さ的にじゃあ800点台取ったら今後言えるじゃないですかね、マーチに合格するぐらいのレベルだよっていう風にね。だから800点台取るって相当すごくないといけないけどね。東大の院とか一橋の法科研究科とか上智の外国語とか国際キリスト教大学とかね、東京外語大の英語学科とか800点台のところってそれぐらい高いですからね、実際取るの大変なんですよ。じゃあ900点、もう900点を超えるともうすでに偏差値68になるから、もう総計上智、そして難関国立でしょうね。もう東大京大って書いてあるけど、それと同じになるかどうかちょっと微妙な感じがしますね。でもちろん英語だけですからね、はい、何とも言えないですけど、当然のことながら皆さんがこの入試で経験したと思いますが、ね、複数の教科ありますので圧倒的に大学入試の方が基本的には難しい、ただトイックの超高得点を取るのも相当難しいです。だからね、よくね、メッセージ受け取るじゃないですか、あの僕自身ね、僕大学入りました、大学入って森鉄の凄さが分かりましたみたいなメッセージをとても多くいただきますね。そうです、やってみると分かると思いますね。トイックなかなかというかかなり大変です。まあ共通テストもね大変だと思うんですけど、さらにとっても辛いと思いますよ、やってみたら分かると思うんですけどね、はい、それぐらいトイックって大変なんですよ。ただまあこのね指標自体はちょっと分かりやすかったので、ぜひともね、この偏差値これぐらいなんだよって言えるように、ね、できるといいんじゃないですか。まあ600ニットコマ線で800マーチで900超えて総計とか国立、まだやっぱ東大京大とかになったらまあ950以上って感じだけどね、という感じだと思います。はい、これはちょっと分かりやすかったんじゃないですかね、ぜひともこれを参考にして、何に使うか分からないけど、はいね、大学入試の人たちとトイック受けてる人たちですね、はい、話すときにこれぐらいなんだよっていうね指標になれば面白いんじゃないかなと思いました。はい、トイックの話、そして偏差値の話、茂木健一郎さんが大嫌いな両方がですね混ざったような話でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森鉄英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント、こちらトイック800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森鉄先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。